はい、翼の塔の千代田区の事務所前にやってきております。取材陣の方もたくさんまだいらっしゃってですね、こちら機動隊の方もいらっしゃいます、記者の方もいらっしゃるというところでですね、まあここにですね、黒川がいるのかどうかっていうのはまだよく分かっていませんが、家宅捜索に入っているのはこの翼の塔の本部事務所とですね、あと練馬区のいわゆる支援者の山中豊の母親が所有権があるですね、自宅の方に、まあ自宅というかギャラリーの方に、名前になったあいつ根本がですね、家族と一緒に住んでいるというところ、この2箇所、そしてあとどこだ、朝霞市議会議員の富山真紀の内縁の旦那である黒川が朝霞市の方に自宅を構えているということで、朝霞市の自宅とこの翼の塔の自宅事務所、そして根本がですね不法占拠している練馬区の自宅というか山中豊のギャラリーが家宅捜索の対象3箇所になっているということになります。でこの後ですね、これ自由妨害だけじゃなくて、自由妨害以外にも名誉毀損罪、私文書偽造罪、出資法違反の可能性もありますし、東京都の迷惑防止条例違反というような様々な嫌疑がありますので、この後、まあ、おそらくですね証拠を調べて今日中には今黒川は警察署内に連行されていると思います。任意のおそらく逮捕状が執行されて逮捕される可能性が極めて高いと思っております。以上をですね、翼の塔本部事務所前からお伝えいたしました。 NHK をぶっ壊す。